タイ東北部、イーサーン、またはイーサーンは、太陽国の地方の一つ。イーサーンとは単に、東北を指すタイ語の一般名詞であるが、通常、イーサーンといえば、タイの東北部のこととして理解される。現在、タイ政府による統計資料や行政文書などでは、おおむね東北部という呼称が用いられる。20世紀初頭には、イーサーン州という行政区が存在したが、領域は、 現在のイーサーン地方とは異なり、カラシンやロイエット、スリン、ウボンダーチャタニーなど、イーサーン地方の中央部から南東部にかけてを管轄するものであった。イーサーンの故障は、古代国家、神道の王とイッシャーナプラに由来する。イーサーンはしばしば、北イーサーンと南イーサーンとに分けられる。北イーサーンの住民の多くは、ラーオ語に非常に近い言葉を母語とするのに対し、 南イーサーンには、高地クメール語を話すクメール系住民が少なくない。ただし、タイの他地域と同様、公教育はすべて、タイ語で行われる。文化的に、中央部とは異なる。モーラムと呼ばれる、独特の歌謡曲を持つほか、北イーサーンを中心とする地域では、パサパッサとした、いわゆるタイ米を主食とせず、インディコ米のもち米を主食とする。広く知られるイーサーン料理としては、 ラープ、ソムタム、ガイアーンなどがあり、ソムタムに用いられるプラーデックやプードーンもイーサーンの調味料として有名である。イーサーンの人口は太陽国総人口の約1、3を占める。地域の主な制御たる稲作の大部分は不安定な香水に依存する天水田で行われており、その収量は低くかつ不安定で、イーサーンはタイでも最も貧困な地区とされてきた。 加えて言葉遣いも対標準語とは若干異なることから中央のタイ人によって未だに差別の対象とされることも珍しくない。タイ政府によるイサーン振興政策は遅くとも1910年代から行われていたことが対抗文書館に保存された多数の文書から確認できる。インドシナ戦争が同地域における開発援助をさらに加速したとも言われる。 それに加え共産主義運動が下火になったこともあり、徐々にイーサーンの人々は太陽国の枠組みに組み込まれていった。現在では一部に民族意識は残るも、基本的にはほぼ同化している。元首相のタクシンチナワットは、イーサーン地域の貧困対策に取り組んだため、イーサーンはタクシン支持者が非常に多く、タクシンに忠誠を誓う村がいくつもある。タクシンが、 首相の座を追われてからもそれは変わらず、2014年の大軍時空デターでは抗議デモを抑え込むために大軍の部隊が派遣された。これに対し、タクシ心支持者の中には軍に対する武器使用も辞さない強硬派もいる。大学、ありがとうございます。